はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。どっち断平続きをやってまいります。前回のね、手に入れたパスワードを、入力しました。でこれ映ってんの断平のお母さんですね。はい、おー断平おかえり、パスワードを入れなさい帰ってきて急にパスワード入れなさいっていう形でね。はい、でこれで、プレイしていきます。よし断平ゴーファイト。お前たちの実力は分かった。しかしお前たちだけでは力不足だ。俺たちもついていってやる。ということで仲間になると。センターローズって読みます。やあ断平君、どうしたんだい。タイガー、お前たちが謎のチームに負けたって本当なのか。そんなことあるわけないだろう。俺はタイガーに聞いてるんだ、邪魔するな。なんだと言わせておけば。タイガ様、このチビと試合をさせてください。よし、タイガ邪魔するなよ。やれやれ、止めても無駄みたいだね。いいでしょう。なんか変なことになってきたな。第2回戦です。で、あ、そうですね、これユウイチとユウジが仲間になってます。でクロスショットが使えると。ですのでちょっとミサトとケンジには抜けてもらって、どうしましょうか。ちょっととりあえず全員外してユウイチとダンペは外せないんでしょうかね。これ移動もできない。はあ、じゃあ王座がダメですね。王座キャプテン入れて陳念、ストーム、強しと。ストームと強し、はい、よくわかんないですけどね、言いましょう。でこれがゆういちかな、どっちかな。ゆういちでいきましょうか。これがジャンプボール。お、これいきなりありますよ。どうしましょうか。これ取っときましょうか。一応この3つあるんでね。頼みますぜゆういち。日高、お、こっちマイボールです。じゃあいきましょうか。で、あれ、日高、神田、上原、飯田、あれ、タイガは、え、まだいないんですか。ガイア、あ、間違えた、こいつじゃねえよ。まあ、いっか。よし、日高、日高行きますか。そしたらもう、うわ、来た、ラインクロス。このね、アローズ2って2軍のことか。日高、神田、上原いないっすね。タイガとね、バスでスーパーで行きます。これで行きましょうか。タイガとね、あとね、1人ねいるんすよ。あの、なんかね、すげえスポーツ狩りの、ああ、ユウイチだったけど、まあ、断平にパスしますかね。そのスポーツ狩りのね、なんかね、もう見るからに、お前スポーツしてんだろってやつがね、石崎みたいな名前だったんですよ。そいつがね、好きなんですよね。そのアックスショットっていうのがね、ずっと心に残ってるんですよね。オッケー、ヒット。まあどうせ2軍ですから言ってもね、ラインクロスは取っとくと。タイガって、あの、セントアローズって読むんですよね。あの、聖アローズ学園、聖なる聖にアローズ学園、学院かあったと思うんですけどもね、多分ね、有名私立の学校なんでしょうね。タイガがね、すげえ金持ちなんですよね。で、
あの金髪の最初出てたやつですね。まあ、今で言うとね、もうイケメンキャロですよね。キャロ的にポジション的にそこなんですよね。でもいいやつ、やべえ、ラインクロス重なるね。あ、ユージュじゃなくてこれ、いきなりこれでいいんじゃないですかね。これで多分必殺で神田いっちゃいますか。はい、来ました、クロスショット。お、マジか、999って最強。結構どっち断片もキャラが結構個性立ってるんで面白いんですよ、やっぱりね。なかなか入らんですね。パスして、でラインクロス来すぎやろっていうね。断平頼みですね。神田いっちゃいます。何巻ぐらいまで出てたのかな。結構長くやってたと思うんですよね。アホやな、ラインクロス自分で使いよった。やばいな。まあいっか。相手のカードが分かんないですからね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど。井上、キャラがないやつは大体名字なんですかね。強し、めっちゃ金髪、大丈夫なんですかね、学校。あ、これね、みんな小学生ですからね、これ。断平も雄一も尾崎キャプテンも、はい、小学生でこんな感じですね。まあおかしくはないか、小学生でも。時々お前何歳やねんみたいな漫画とかアニメありますよね。自分、まあ小学校時代とか、まあ、よくあるのがセーラームーンですよね。あのセーラームーン、あれ高校生かと最初思ってましたもん、ちっちゃい時とかね。すげえお姉さんだと思ってたら、あれ中学生っていうね。まあそういうことかみたいな。自分が子供の時大人だなって思ってたけど、もう全然過ぎちゃってる、その主人公の年を過ぎちゃってて、ちょっと切ないっすよね。あの金田一少年の事件簿の金田一とか高校生っすよ、あれ。最初すげえ大人だなって思ってたんですけど、もう全然そんな年上になっちゃって、今読んでも、うわ、すげえ大人っぽいみたいなね。まあ、あるんですよね。スーパー来い。来ねえ。必殺頼みっすね、これ。これでヒットすることってあるんでしょうかね。あった、なるほど、ヒットの7と2だからってこと。まあ相変わらずカードの読み方がよくわからんっすね。尾崎キャプテン8になっちゃったよ、スタミナ。金子、これは2だからダメでしょ、
でもヒットが2で上の6と4はどういう計算なのかって。金子すかしてんな。ヒットは取っといた方がいいのかな。ヒットが攻撃で 2は防御のカードってことなのかな。あでもヒットの値で勝負するの。そうするとでも他の数字が意味わかんなくなりますよね。危な、狙われてんなキャプテン。とりあえず少ないところからいきましょうか。まあ相手も分かってんねんと。おい取ったいいね。これ言ってもそのまだね、そのさっきのタイガーとかね出てきてないんで2軍ですからね。これキャプテン踏ん張るね。いいね。あーちょっとパスしとくか。とりあえずカードがねあんま増えちゃうと。断平に頼むで。ヒット7。お、2になりましたね。てててて、てんてんてんてててん。いや昔の曲って感じ。いいね。あと3人です。ラインクロス来ない。思わずね口ずさんじゃいますね。ファミコンの音源ですからねこれ。あの それでこの曲っていうか、うん、すごいですよね。うん、この曲もね、あのもうちょっとですよみたいな感じ感を出すっていうか。お、来ましたねスーパー。パスカットできるかな。相手がパスだったらパスカットできます。あできないですね。あれこれパスだとどうなんだろう。ヒット食らうのかな。あーばい。なるほど、パスだと防御がなくなるのかな、もしかすると。まあでもこっち優位に変わりないですからね。おお止められた。相手ボスいないからね。ボスっていうかキャラがいないから、そのメインキャラがいないからね、必殺使ってこないんで全然安心していけますね。お、行きましょうか。これヒットした後ってドッジボールでしたっけ。ドッジボールってあのどっちのボールでしたっけ。これはもう福高いきますか。これヒットいくでしょ絶対。お、取り寄った、かっこいい。ドヤ顔取ったでみたいな感じでね。いいね。相手のね必殺とかをね防ぐと精神的ダメージを与えることができますからね。ふう、あーパスしてきた。お、スーパー
パスカルのスーパー。おお、唯一削られた。いいね。何がいいかよくわかんないですけどね。取れ。取らねえ。マジか。ボールが回ってこない。が来るとは思ってないから普通のカードでしたよね。オッケー、マイボール。これですよね、パスからのスーパーです。これ人間相手だったらもうこれパスされるのとか読まれますからね。人間相手でも面白いのか逆に。コンピューター AI 相手だと分からないですけどね。まあもちろんパスでカットしてくる可能性もあるとは思うんですけどもね。これヒットいくでしょう。ういー、アザースト。残り2人。チンネン取るね。いいね。お、来た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 。よしよし。上原。あと1人か。いけるかな。必殺とパスが来ればいけるんだが。来た来た。これはやばいぞ。いっちゃったんじゃないですか。これは最後。おう、兄さん。2人ショットって結構いろんなね漫画でもありますね。うわー、取れなかった。なるほど、そういう時もある。はい、ゲームセット。6対0で玉川D ってなんだ。ドッジボールっていうことがね。はい、ということでセントアドーズ2軍を倒しました。次回、1軍タイガーたちと戦います、おそらく。はい、では動画の移動をよろしくお願いいたします。デッシーでした。失礼いたします。